こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回はラーマン山田ランエボ特集をお送りします。筑波スーパーラックを席巻したランサーエボリューション、名機 4G63 が絞り出すパワーに軽量化が合わさった時、その速さは暴力と化します。 GTR をもくってしまうその戦闘力、パワー任せに踏みつけるだけではタイムは出ない。いかにそのパワーをタイムに結びつけるか、そこがまさに腕の見せどころ。そしてそれが抜群にうまいのがご存知ラーマン山田。チューニングカーを日本一速く走らせることができる男と言われたラーマン、 WRC のラリーカーを走らせているのかと錯覚させるようなマシンを振り回す4人ドリフト、速さと派手さを成立させ見る者を強引に納得させてしまうその走り、そんなラーマン山田のドライビングの数々をご覧いただきましょう。ではどうぞ。いつの日からこんな男になったのか。確かにこいつ運転はうまい。ターザン山田の愛称でオプション本誌で親しまれていたが、この男は漫画のゴリラーマンに似ているから、ただそれだけでラーマンになった。なんか輝かしい戦歴があり、国内フォーミュラーの最高峰まで上り詰めたらしい。そしてまだ早いらしい。でも本人はレーシングドライバーとしての自覚がなく、走り屋と言い切る。なぜだ、バカと天才は紙一重というが、だからチューニングカーも操らせたらピカイチなのか。おー、2位にこんな来ちゃってんのね。うん、やっぱりね。ちょっと読んでみようかね。苦情のハガキ、苦情の。え、なになになに、苦情のハガキ。何、え、ラーマン山田おろせ。なんだ俺、ラーマン山田死ね。あの、僕らもこれで続けるわけにはいかないんで。いやいや、ちょっとさ、ちょっと待ってよ、それ。いや、僕にも生活もあるしさ、やっぱりちょっとそれまずいんじゃない。やっぱりね、僕もやっぱり、あのね、走りって、これからもっともっと良くしていくから、その走りっていうのは絶対良くしていくからね。4輪ドリフトを決めるこの人、バカと天才は紙一重だというが、ラーマン山田はバカ。ラーマンの滑らせ
せすぎで S タイヤのソフトが一発で摩耗、タイムアップならず。俺しかダメなんだよ。まあ行ってくるからよ。57秒前半ドゥ、はい、やったー、56秒出すよ。次はエッチケースでも何でもかかってこいよ。本当にもうぶっちぎってやるから。本当に冬オクトスピード、路面コンディションは決して良くない状況で、ラーマンのはちゃめちゃ運転がキレを増す。当たり前だよ、もうお前よ、本当に。なあ、おめでとう、おめでとう、おめでとう。おう、なあ、やっぱりな、俺を認めるんだよ、みんな。こうやってタイム出すとな、すげえだろ、ビデオオプションお前らよ。ランエボもエグケゲ、ラーマンもエグい、破壊的なその加速とそれを振り回すテクニック、ランエボラーマン最高です。いかがでしたか。今回はラーマン山田ランエボ特集をお送りしました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードは、ビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスして、より楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。